こんにちは、チームハロンズです。この動画は米国以外の経済指標のエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は5月9日、日本時間21時に発表されるメキシコの4月消費者物価指数 CPI です。CPI は商品とサービスの価格変動を測定した指標で、インフレ動向を確認する重要な指標です。中銀はインフレ率を3%プラスマイナス1%に抑えるように政策金利を調整します。また、データは国立統計地理、情報院が発表します。 これは、メキシコの CPI と政策金利の推移を示しています。これまでの累積的な引き締めで、消費者物価指数やサービス分野の CPI は抑制され始め、3月の政策会合では政策金利を11.00%へ引き下げました。しかしながら、物価見通しはバランスしているものの、将来的にはまだ上振れに対するリスクがかかっているとし、継続的な利下げサイクル入りは否定されました。 実際に4月前半の CPI は前月比で0.09%上昇したこともあり、インフレの根強さがうかがえます。次にこちらは、メキシコの4月 CPI、総合前年比に対するエコノミスト予想です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは4.63%と、3月の4.42%よりインフレが加速するとの見方が優勢です。ただ、低い予想をするエコノミストもいて、平均がた方向に引っ張られる形になっており、 CPI に対しては上振れを警戒すべきかもし、れませんここでチーームハロンンンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の口座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。 詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、主張発表後のメキシコペソ円の変化率を6時間先まで示したチャートです。表中のサプライズはコンセンサスと結果の返り具合を示しています。結果に対する反応はまちまちで、方向性は読みづらいですが、通常は5000程度動くケースが多いようです。ただし、稀に10000以上動く場合もあるため、お取引の際にはご注意ください。本日は以上となりますか。 番組が気に入れば、グッドボタンチャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。